なんと経済研究所が調査した今年7月から9月の県内企業の景況感は4期ぶりに改善したことが分かりましたこの調査は県内の企業を対象に四半期ごとに行われています今年7月から9月の調査で景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業を差し引いた指数はマイナス30.1でした 前回の4月から6月期の調査に比べて30.5ポイント上昇し4期ぶりの改善となりましたまた業種別では化学・医薬品を除く全ての業種で上昇しています中でもホテル・旅館は33.3で前回調査から133.3ポイント上昇しています これは新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の解除後社会経済活動が再開されたことや国の GoTo キャンペーンなどの効果と見ていますなんと経済研究所は景況感は前回調査と比べ回復しているが新型コロナの影響で依然厳しい状況は続いているとしています